はい、皆さんこんにちは、おたまです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は2020年のベストカメラを紹介していきたいと思います。はい、ということで久々の動画投稿になるんですが、引っ越しをしておりまして、いつもとね背景とかも違うと思うんですけど、仕事であったりだとか、いろんなことがですね忙しくて動画投稿が全然できておりませんでした。さすがにですね12月なので、動画上げないとなって思って、かつ動画上げていない間にいろんな素晴らしいカメラとかいろんなレンズとかも出てきているので、絶対ちょっと動画そろそろ上げないとと思って今日撮影をしております。本日紹介するのはですね、2020年の個人的ベストカメラになるんじゃないかなと思っておりまして、それがですね今日紹介するのが、富士フイルムのですね、XS10 というカメラになります。でね、今ね初心者の方でね、カメラ選びに、迷っている方は、全員ね、これを買ってもいいんじゃないかと思うほどですね、素晴らしい、カメラとなっております。なのでね、カメラ選び困っている方、入門者の方、ぜひ最後まで動画を見ていただけると、対になってるね、紹介しているレンズが今日あるんですけど、それも素晴らしいレンズなので、見ていただけると、とても参考になると思います。よろしくお願いします。まずですね、こちらのカメラを紹介するにあたってですね、ポイントが、僕の中でまとめたものがですね5つあります。それがですね、軽い、速い、ブレない、綺麗、安い、この5つがポイントになっていると思います。1つずつ紹介していくんですけど、まず1つ目の軽いですね、こちらの、富士フイルム XS10 のボディはですね、465g になります。バッテリーと SD のメモリーカードが含まれている状態でこの軽さなんですよね。とても軽いんですよ。でかつ、このカメラの特徴としてグリップですね、カメラを持つ時のグリップっていうのがとても深いので、数値よりもですねおそらく軽く感じると思います。実際に僕自身はこのカメラをまだ試していないので、どれぐらいに感じるかっていうのはわからないんですけど、おそらく軽く感じるんじゃないかなと思います。2つ目、速いですね。オートフォーカスが暗所にも強くて 0.02 秒の超高速 AF を発揮してくれます。で、被写体のトラッキングをしてくれて、顔の瞳 AF も搭載しています。ただこれに関してはすごいこう何十万もするカメラに比べると、ちょっとねこう距離が離れてしまうと瞳 AF が外れてしまうっていう報告がねいくつかあるんですけど、でもこのね、軽量で、しかもこれから紹介する安さだったりとかに比べれば、とてもね優秀な AF なんじゃないかなと思います。そしてですね3つ目、ブレないになります。最高ですね、5軸、6段の手ブレ補正、かつ、電子手ブレ補正も使うことができるんですね。なので、手持ちでもブレのない動画撮影が可能になります。で、この6段っていうのは、レンズ側の手ブレ補正も含んだ場合の、6段になります。で、電子手ブレ補正に関しては、これ動画を撮ったりするときとかは、特にですね手持ちでこうシネマティックな動画を作るってなった時に、やっぱジンバルってね結構持っていくの大変なんですよ。そこがこの手ブレ、電子手ブレ補正があることによって、初心者でもね簡単にかっこいい動画が撮れることに、つながるんじゃないかなと思います。4つ目です。綺麗になります。18種類のですねフィルムシミュレーションが、搭載されておりまして、こちら富士フイルムの、独特の機能なんですけど、初心者でもですね取って出し、もうほんと取りっぱなしで美しい写真や映像を撮影することが、できるんですよ。で今回そのモードダイヤルとかカスタムボタンとかがあるんですけど、このフィルムシミュレーションだけを切り替える、ダイヤルっていうのがありまして、そこにね
どんな、このフィルムシミュレーションはどんなものに適していますよって説明があったりするので、そこもね初心者向けにすごく、丁寧というか、まあ、すごく親切に作られてるなって思いました。そしてですね、このカメラ内記録で 4K30p8bit のね、十分な、映像を撮影することができまして、 HDMI 出力で 4K30p の、10bit までの撮影が可能なんですよね。なのでこの 10bit っていうその色味の多い、ね、画質にこだわる方に関しても一応まあ配慮されてるなと思います。そしてまあこれはね正直使わないかなっていう気もするんですけど、あのログ撮影っていうのができまして、まあ色味をよりいじれるみたいな感じなんですけど、まあそのもともと映像にある色味をちょっとこう薄くして、で後で色を乗せていくみたいなことなんですけど、こちらカラーグレーディングっていうものが可能になります。まあ個人的にはもうフィルムシミュレーションでちょっとこう色少しだけまあハイライトとかいじるぐらいでいいのかなっていうふうに思ってはいますけどね。そして5つ目、安いになります。この XS10 はですねタッチ操作が可能なんですよね。最近やっと一眼のカメラとかでもタッチ操作が導入されてるのがあるんですけど、富士フイルムは結構そこが力入れてるのかなって思いまして、で豊富なねカスタムボタンと、先ほどもお伝えしたんですけどモードダイヤルであったりだとか、さっき の, そのフィルムシュミュレーションダイヤルみたいなものもあったりするんですよね。でそしてバリアングルと、センターのファインダーがね搭載なので、まあ、写真と、動画どちらにも、使い勝手がいいです。そして USB-C と、フラッシュも、搭載しているんですよね。どんだけ、まあ、どんだけいろいろモリモリなんだよっていうぐらい、いろんな機能が、搭載されていて、ボタンの数もすごい豊富なんですよね。まあ、初心者にしたらもしかしたら、まあ、ちょっとボタン多すぎてよくわかんないっていうことがあるかもしれないんですけど、まあ、後々ね使い込んでいくと、ああいいなって気づけるんじゃないかなと思っています。でね、皆さん思ったでしょ、でもお高いんでしょっていうふうに、まあ、思ったそこの奥さん、これだけの機能を搭載していて、税込みで12万円なんですよ。あれカメラこれから買おうとしてる方、12万高くないって今思ってる方多分いるんじゃないですかね、この動画見てる時に。ですが、まあ、それに関してはこの見ているあなたのカメラに対するこれ価値観のズレだと思うんですよ。人それぞれですね、物に対してこう思う価値観っていうのがあると思うんですよね。服に対してお金かける人、他にも食べ物にお金をかける人とか、いろんな価値観があると思うんですけど、で本当にねこの動画を見ている方がカメラのね、いいものが欲しいっていうのであれば、長く使えるものすごくいいカメラなので、この12万円っていうのは高いって思うのはちょっとね考え直していただきたいなと思います。で正直カメラ入門者にはねですね、いかにねコスパが高いかっていうのが伝わってないかもしれないんですけど、まあ、長く使うのだからこそ中途半端なものは買わないでいただきたいなと思います。でしかもですね、この最高のタイミングでこの XS10 にぴったりな素晴らしいレンズが発売されました。でそれがですね、紹介いたしますと、健康トキナっていう会社が、最近発売しまして、まだ予約中なのかな、単焦点の広角レンズになります。 ATXM23mmF1.4 となります。だいたいフルサイズ換算で、まあ、35mm のレンズになります。このレンズを一言で表すと、軽くて明るくて、まあ、安くて速いになります。で、まあ、まず軽いところなんですけど、まあ、276gの超軽量なんですね。で、XS10 と組み合わせても741g 程度なので、まあ、女性でも気軽に持ち出せるサイズ感と重量になるのかなと思います。2つ目の明るいところのポイントですね。こちらは F1.4 の明るさになりますので、まあ、フルサイズ換算 35mm っていう画角で、まあ、本当に万能なんですよね。なんで YouTube 動画や Instagram の写真まで綺麗なボケ感っていうのを演出してくれると思います。まあ、やっぱりこう YouTube 撮り始めるってなった時に、まあみんながみんなねすごい広い部屋で動画を撮れればいいんですけど、まあその
基本的になんていうのかな、そこまでみんな広いわけじゃないので、あんまりねこう少しこう望遠気味な、広角、まあ、50ミリだったりだとか、まあ、そういったものになってくるとちょっとねこう顔が近すぎたりすると思うんで、あのそこがねあの35ミリっていうのはすごく万能なのかなと思っています。なんで、まあ、同時発売でですね、このシリーズ ATX-M の 33mmF1.4 のフルサイズ換算 50mm レンズっていうのも発売するんですけど、この 50mm っていう画角はですね、あの被写体をですね明確に決めやすいんですよね。なので、まあ、YouTube 動画も撮るけど、まあ、ある程度部屋に広さがあって遠くからこう後ろのボケ感とかを演出したいっていう方であったりだとか、まあ、あとはなんか食べ物とかなんかスナップを中心に撮影する方とかだと、この 50mm のレンズっていう、まあ、換算 50mm のレンズはすごくおすすめになるかなと思います。そして3つ目のポイントとして安いですね、純正の同等レンズがあるんですよ。でそちらと比較すると半額の54,450円となります。なので本体と合わせても175,000円なので、まあ、カメラをねガチで始めたい方は正直無理してでも購入していただきたいです。まあ、今後ねサードパーティー製の優秀な望遠レンズであったりだとか超広角のレンズが今後登場すると、この X マウントっていうのはもっとね素晴らしい、マウントに、まあ、素晴らしいカメラになっていくと思います。そして4つ目のポイント、早いになります。現在のですね X マウントの純正レンズっていうのは古いレンズが結構多いんですね。なので AF の、まあ、オートフォーカスの駆動音っていうのが動画に録音されてしまう欠点であったりだとか、まあ、オートフォーカスがですね被写体を迷ってしまうことがあったりするんですよ。まあ、なのでですねあのこの時 のレンズっていうのはあのオートフォーカスの駆動音っていうのも静かですし、オートフォーカス自体がすごく高速なんですよ。なのでもう完璧な仕上がりと言っても過言ではないかなと思います。はい、ということで、皆さんいかがだったでしょうか。今回紹介させていただきました素晴らしい個人的2020年、ベストカメラになるんじゃないかなと思います。まああくまで初心者に向けてかもしれないんですけど、この値段、まあコスパですね、コスパの部分で素晴らしい、カメラだと思います。 XS10、 そして新しく発売されたトキナーの換算 35mm の F1.4 の、レンズ、ぜひですねこれカメラ迷っている方購入していただければと思います。はい、ということで、参考になりましたら、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今後ですねこのチャンネル、カメラのお話だったりだとか、僕のプライベートな Vlog とかも、旅行などねあのアップロードしていく予定なので、ぜひとも、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてコメントでねもうちょっと詳しく知りたいだとか、自分に合ってるカメラって何なんでしょうかとか、質問がね皆さんの中でまだある場合はぜひコメントにお気軽にしていただければと思います。全部ね返信していこうと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。